初めはパンケーキをやりたかった。実はパンケーキをやりたかったんですけれど、築地には合わないと思って和風に変えました。それがこのマグロの形になったきっかけです。築地ということで形を、まあ、普通たい焼きと呼ばれているものをマグロの形にしたところ、材料がこだわって選んだというところが特徴で、特にあんこは小豆とお砂糖とお塩しか入っていない、かなり自然なもの。2種類あるんですけれど、本マグロは皮がパリパリしていてあんこだけで、中トロは皮がもちもちしていてあんことあんずが入っています。で、今年から、モナカをやはりマグロの形にして作ったので、それでアイスを夏場始めました。抹茶、ミルク、いちごミルク、3種類あります。一度来ていただき、美味しかったわと言っていただいて、また来ていただけるようにこれからも頑張りたいと思います。